第5航空戦隊。第5航空戦隊。第5航空戦隊とは、日本海軍の部隊の一つ。太平洋戦争開戦直前の1941年、昭和16年9月に編成された、空母機動部隊。略称は5航戦。当時の日本海軍の空母建造技術の域を集めた、最新鋭艦、昇格型航空母艦2隻、昇格、随格、 カスガマル級特設航空母艦、大高型航空母艦、カスガマル、大高、随宝型航空母艦1番艦、随宝、護衛の吹雪型駆逐艦17番艦、おぼろ、第18駆逐隊2隻、あられ、かげろう、かげろう型駆逐艦19番艦、周運、第27駆逐隊、しぐれ、白露、有明、夕暮れ等が所属もしくは指揮下に入った。 五航戦が参加した主要作戦、海戦は、新珠湾攻撃、昭和16年12月、ラバウル攻略作戦支援、昭和17年1月下旬、正論沖海戦、昭和17年4月上旬、三五回海,海戦、昭和17年5月上旬など、三五回海,海戦で、昇格は大破。現在の随格も航空隊の消耗人大のため、 ミッドウェイ作戦には参加せず、内地で待機した。6月上旬のミッドウェイ海戦で、日本海軍は、主力空母4隻、赤城、香川、蒼龍、飛竜を創出。これに伴う、艦隊再編に伴って母港船は、解体され、所属3隻、昇格、瑞鶴、瑞法は新たに編成された第3艦隊、第1航空戦隊に所属。 初戦機の実戦参加を通じ実力を向上し、大日本帝国海軍の中心戦力に成長した。後後戦の航空機搭乗員の従員が完了したのは1941年、昭和16年10月初旬であり、真珠湾攻撃のために10月から、鹿児島湾で行われた訓練にも参加できず、基礎訓練を実施していた。航空隊の連動については、 同じく第一航空艦隊を形成していた第一航空船隊の空母2隻、赤城、加賀、第二航空船隊の2隻、総流、飛流に及ばないものとして扱われた。このため、空母機動部隊としての行動時には、容易な陸上攻撃を担任させられた。幾度かの作戦に従事して連度は向上したが、夜間の発着艦や夜間攻撃の訓練は行っていない。 三五海海戦での航空機の大量損失も、搭乗員の連度の低さが原因とされた。また三五海海戦は、日本側認識では、大勝利だったため、第一航空艦隊では、目掛けの子でも勝てたと評し、一航戦、二航戦ならば、米空母など問題にならないと公言する者も,も多かったという。五航戦で互角ならば、それより、はるかに優れる一航戦、 二航船にかかれば米空母部隊など外周一色との完璧機運、うぬぼれ、満身は航空隊関係者だけでなく、連合艦隊や軍令部などを含め、日本海軍全体に広まっていたとみられる。ただし、赤木から1四十一年五月、昇格の戦闘機隊に移動した小町忠氏は、陸上基地から配置転換されたばかりで、練習不足の者も,も数人はいましたが、 夜間で訓練を積んでから移動してきたものも、必ずしも全員が、電動不足というわけではないと書いている。ワシントン海軍軍縮条約により、航空母艦、空母建造を制限された大日本帝国海軍は、有事において、大型貨客船を空母に改造することを、計画していた。この方針に基づき海軍が関与して建造されたのが、日本郵船の浅間丸急貨客船3隻。 アザママル、チチブマル、タツタマルである。日本海軍が想定していた第五航空戦隊は、このアザママル級特設航空母艦三隻と、駆逐艦二隻、秋風、葉風であった、昭和十年十一月十二日案。百四十一年、昭和十六年九月一日、日本海軍は、第五航空戦隊を正式に編成。日本海軍は、原忠和少将を、 第5航空戦隊司令官に任命する。初代機関は、カスガ丸級特設航空母艦一番艦、カスガ丸、大鷹となる。9月8日、第1航空艦隊機関を、空母、昇格から、赤銀変更。9月10日、第5航空戦隊機関は、カスガ丸から、昇格に交代した。9月12日に内示された、昭和17年度海軍戦時編成によれば、 第一航空戦隊を、昇格型航空母艦2隻、昇格、随格と、第十一駆逐隊、吹雪、白雪、初雪で再編、それまでの一航戦、赤城、香川、第五十一駆逐隊、白雲、薄雲と共に、第五航空戦隊となる予定であった。だが、この編成を実施する前に、日本海軍は太平洋戦争に突入する。 9月25日、昇格型2番艦、随格が巡航し、第5航空戦隊に編入される。カスガ丸は、第4航空戦隊に転出。5航船の駆逐艦は、おぼろ1隻だったが、9月27日末で影楼型駆逐艦19番艦、周運が編入れ、所属駆逐艦は2隻、おぼろ、衆運となる。だが、おぼろは、南洋部隊、指揮官 井上成美第四艦隊司令長官、機関、鹿島の指揮下に入りクアム島攻略作戦に参加。第五航空戦隊、随格、昇格、周運及び、南雲機動部隊とは別行動となる。11月14日、原司令官は五航戦機関を、昇格から、随格に変更した。11月26日、南雲機動部隊は、エトロフ島のカン湾を出撃した。 太平洋戦争開戦時の五光線、昇格、隋格乗用、括弧内保養搭載機は、各艦とも、艦船18、3、艦爆27、3、観光27、3、乗用72、保養級であった。第1次攻撃隊では、第2集団急降下爆撃隊と、第3集団制空隊のうち、第5制空隊と、第6制空隊を担った。 第2集団急降下爆撃隊は、報道島のヒッカム飛行場とホイラー飛行場への攻撃を担当した。使用機材は99式艦上爆撃機。高橋赤一少佐が指揮官であった。昇格の第15攻撃隊は26機で攻撃隊指揮官は、高橋赤一少佐が兼任した。随格の第16攻撃隊は25機で攻撃隊指揮官は、 坂本明隊員が担当した。真珠湾攻撃における航空攻撃の初段は、第2集団急降下爆撃隊がホイラー飛行場に投下した2 5 0ラム爆弾である。第5星空隊と第6星空隊は金オヘ航空基地上空の星空を担当した。使用機材は零式艦上戦闘機。随格の第5星空隊は6機で指揮官は佐藤正夫隊員。 昇格の第六制空隊は5機で指揮官は金子忠し隊員。第二次攻撃隊では第一集団水平爆撃隊を担った。使用機材は97式艦上攻撃機。島崎茂和少佐が指揮官であった。昇格の第六攻撃隊は27機で指揮官は島崎茂和少佐が兼任し、金尾へ航空基地への攻撃を担当した。 随格の第五攻撃隊は二十七機で指揮官は市原達夫隊員。報道党の金尾飛行場への攻撃を担当した。九百四十二年昭和十七年一月一日、五高線の搭載機は、艦線十八、艦爆十八、艦光十八の乗用計十四機に削減された。同月二十日、一高線、赤木、香川と五高線、随格、 昇格は、ラバウルと、カビエンに空襲を観光、南洋部隊、指揮官は、井上成美第四艦隊司令長官の、ラバウル攻略作戦を支援する、ラバウルの戦い。続いて後攻戦は、ニューギニア島東部、マダン、ライサラマウアに空襲を行った。2月1日、米軍機動部隊は、南洋諸島の日本軍基地に空襲を観光する、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲。 連合艦隊は、対米国艦隊第三砲、アメリカ艦隊の軌道に対する作戦要領を発令して、本土東方海面の警戒強化を、きと2月8日、連合艦隊伝令作、第64号をもって後公戦を機関戦力とする、連合艦付属航空部隊を編成する。同日夜には、第一艦隊司令長官高須中将を指揮官とする警戒部隊が、 編成された。警戒部隊の戦力は、第2戦隊、伊勢、日向、不装、山城、第9戦隊、北上、大井、第3航空戦隊、宝章、随宝、三日月、夕風、付属航空部隊、随格、昇格、周雲荒れ、影楼、第27駆逐隊、第1小隊、しぐれ、白露、駆逐艦や風であった。敵空母部隊を、 補足撃滅するため日本列島本土東方海面を警戒したが特に異常はなく、対米国艦隊第三方は2月15日に解除された。3月4日、米軍機動部隊は南鳥島を空襲する。3月5日、国籍不明規制進駐の報告を受けて、横須賀在白の昇格は出撃したが、味方機の誤報と分かり寄討した。 第5戦は3月7日から8日にかけて、本土を出撃、インド洋方面作戦に向かった。4月10日、駆逐艦2隻、おぼろ、衆雲は第5航空戦隊から除籍。おぼろは横須賀陳府警備駆逐艦となり、周雲は4月15日府で、夕雲型駆逐艦3隻、夕雲、県雲,雲、風雲の第10駆逐隊に編入されている。 一方、南雲機動部隊第1航空艦隊として、正論を機械戦に参加した第5航空戦隊は、ポートモレス B 作戦に参加すべく、南洋部隊第4艦隊に編入され、南洋部隊指揮官、井上成美第4艦隊長官の指揮を受けることになった。同時に、護衛部隊として第27駆逐隊、しぐれ、白露、有明、夕暮れが加わる。 本来、ポートモレス B 作戦には、空母、かが、内地修理中が参加することになっていたが、南洋部隊、第4艦隊と連合艦隊と協議した結果、取りやめとなる。そこで、南洋部隊は、第2航空戦隊、総流、飛流の派遣を希望するも、第5航空戦隊、随格、昇格に差し替えられたという経緯がある。5号戦のポートモレス B 攻略作戦参加は、 実戦経験の蓄積と戦力向上の意味合いがあったという。同年5月上旬、第5航空戦隊、随格、昇格、しぐれ、白露、有明、け、夕暮れは、35回海戦を戦うが、日本、川脇道部隊の指揮官は、専任人の第5戦隊、明光、白露司令官、高木武雄少将で、5航戦司令官、 原忠勝将は、機動部隊の航空戦の指揮を行う、という立場だった。本海戦で、MO 攻略部隊の空母、サチオートリが沈没、MO 機動部隊からは、昇格が大破する。無傷だった、随格も、搭載航空機部隊の消耗は、甚大だった。再生へとみなされていた、米軍機動部隊、歴新ン,ン、ヨークタウンとレンドの劣っていた後航船が、 互角に渡り合ったため、航空隊関係者に、日米空母の戦力差に、大差あり、一航戦、二航戦なら、米空母など外周一色との慢心につながり、やがて、日本海軍全体に拡大した。また三五海海戦は、史上初の空母機動部隊同士の対決であり、貴重な戦訓が多々含まれていたが、一航艦、連合艦隊とも戦術的勝利に惑わされて、 事後の研究を行わなかった。同海戦に参加した空母のうち、五航船、昇格、随格は、ミッドウェイ作戦における、ナグモ機動部隊に、サチュオオトリは、攻略部隊本隊に編入予定であった、当時、連合艦隊やナグモ機動部隊司令部は、戦艦ヤマトにおいて、頭上演習を実施中。だが、三五回海戦の結果速報から、攻略部隊主体に二隻。 空母随砲、駆逐艦三日月を編入、随格は、機動部隊編入、昇格は、北方部隊編入と定められる、連合艦隊機密、第29番電。北方部隊の空母二隻、昇格、順洋は、ミッドウェイ島占領後、同等進出用の戦闘機を輸送する任務を、追っていた。だが5月14日になりご公選から各方面に、詳細報告が入ると、 二隻、昇格、随格とも、磁気作戦に投入できないことが判明する。昇格、5月17日、5機等の修理は3ヶ月と見込まれ、随格も航空隊の消耗陣内で、戦力回復には2から3ヶ月かかると判定された。このため後後戦、昇格、随格は、第一機動部隊、指揮官、名雲忠和第一航空艦隊司令長官に、 所属していたものの、内地残留を命じられた。6月5日から7日のミッドウェイ海戦で、第一航空艦隊は、空母4隻、赤城、香川、総流、飛竜を一挙に喪失。日本海軍は、アメリカ軍機動部隊が、アリューシャン列島より来襲すると予期し、北方への戦力集結を開始する。6月14日、随格特築艦、裏風。 第十七駆逐隊は、北方部隊編入を命じられ、駆逐艦二隻、秋月、おぼろに護衛され柱島を出港、四隻、随格、裏風、秋月、おぼろは、大港へ向かった。北方方面で行動中の、第五艦隊等と合流後、六月二十日府で、随方型航空母艦一番艦、随方、第一艦隊小族が、第五航空船隊に編入された。 7月14日付で日本海軍は第三艦隊を新編する司令長官、長雲忠和中将、三望長、草加隆之介少将。第一航空戦隊は第三艦隊司令長官の直卒部隊となり、9第五航空戦隊、昇格、随格、随法を中心として再建された。対空母航空決戦に徹するため、攻撃に専念する大型空母2隻と、 警戒を主とする小型空母の組み合わせになった。以上の艦隊再編に伴い、第5航空戦隊は、解体、原忠和少将は、利根型重巡洋艦2隻、利根・千区の第8戦隊司令官へ転任した。7月22日、第5航空戦隊部残務整理事務所を設置。8月15日、残務整理事務所は撤去された。 1944年、昭和19年6月19日から20日のマリアナ沖海戦で日本海軍は大敗第一機動艦隊の空母3隻、大砲、昇格、悲揚と関西航空隊の大部分を喪失した。軍令部第一部は空母部隊について第一航空戦隊随格、第二航空戦隊巡洋、流砲、第三航空戦隊地とせ、千歳 千代田、随宝、第四航空戦隊、伊勢、日向、第5航空戦隊、雲竜、8月6日、収益、天城、8月10日収益とする計画を立てる。第5航空戦隊は雲竜型航空母艦2隻、雲竜、天城で、再編予定だったが、諸事情により5交戦は編成されなかった。雲竜と天城は、第1航空戦隊に編入され、 8月上旬時点の1航線は空母4隻、随格、竜宝、雲竜、天城となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。